ワールドランキング16ぐらいですか確か。そうですね、ちょうど16位です。そうですよね。さあ試合始まってまいりました。最初カード選手の、はい、アタックということで1点入りました、はい。日本のフェンシングではです、あ、日本というか、フルーレ種目、現在行われているフルーレ種目では、はい、独特のルールがあります。その前に、ルールの解説を、していきたいと思います。まず、選手が試合をしている長方形の、台があるんですけれども、これピストって言います。このピストの上で選手は試合をするわけですけれども、このピストの、端っこというかそばですね、そばに、ランプ、色のランプがついていると思うんですけれども、柱ですね、柱が立っていると思うんですけれども、はいはいはい、この色ランプというものが点灯した場合に、ポイントが加算されます。で、シングルランプといって片方のランプしかつかなかった場合はもう、その場で、無条件で、その人のポイントになるんです。今のやつですね。そうですね、今、はい、加藤選手がポイントを得点を、はい、入りました。その自分側というんですかね、自分が立っている側のランプ、加藤選手であると赤いランプですね、はい。で、サマンディ選手、サマンディ選手だと、緑ランプが点灯すると、ポイントになる、はい。で、このポイントになるというんですけれども、大石選手、どこら辺をついたらポイントになるんでしたっけ。フルーレは、はい、その銀色の白い服の上に着ている銀色の服をつくと赤いランプが、色ランプが光りますね。メタルジャケットというやつですね。そうですね、メタルジャケットですね、はい。この、銀色に、光っているメタルジャケットという部分、胴体の部分ですね、をヒットする、今の状態ですね。そうですね、はい、ヒットすると、色ランプが点灯するということですね。ただ、それ以外のところ、白いところ、はい、無効な部分をついた場合は、その下に、色ランプの下にある無効な、ランプが点灯します。白ランプって言うんですけどもね、はい、業界用語で。そうですね、業界用語では白ランプって言ってますね。白ランプって言いますよね。しかし加藤選手、色ランプしかつきませんね。ああ、もうすごいですね、技術の高い。普通の選手というか、まあ、あんまり強くない選手だと、ノンバラブルって言うんですけども、ね、フランス語で白ランプが、はい、白ランプが点灯する。今ですね、ついちゃいましたね、はい。言ったらついちゃうっていう、このこのまま15点まで突っ走ってほしかったですけどね、っていうね、なかなかないですね。審判機の説明はだいたいこんなところなんですけれども、これ以外にフルーレは独特のルールがあるんですよね。そうですね、攻撃の権利の尊重というのがありまして、攻撃の優先権というのがあるんですね、はいはいはい。これ片方のランプがしかついてないと、先ほど申した通り、片方の選手に無条件で得点が入るんですけれども、両方ランプがついてしまった場合は、はい、この攻撃の優先権を獲得している方にポイントが入りますと。なるほどですね。で、現在というか、先に出ている方、先に進んでいる方、今加藤選手ですね、はい、レッドピストの試合でいうと今加藤選手が前進してますよね。今これ加藤選手が攻撃の権利を持って、あ、優先権を持っている状態です、はい、そのままついたので、そうですね、加藤選手の点になりますね。今仮に、はい、サマンディ選手、はい、サマンディ選手が、ランプをつけていたとしても、はい、加藤選手のポイントになるということですね、はい、そうですね。でも今この試合ほとんどシングルランプですよね。そうですね、今はですね、今、サマンディ選手が無効な、白ランプがついて、両選手のランプが点灯したんですけれども、サマンディ選手の攻撃だったという判定だったので、カド選手の得点は入らないということですね。そうですね、はい。しかしカド選手うまい、うまいですね。だってもう 7-0 ですよ、これ。7-0 はなかなかないですね。なかなかないですよね、はい。だってベスト64に入ってくる選手だって大体強いじゃないですか。そうです、みんな強いですもんね。大体強い選手なのにさらに強いっていう。そうです、そのさらに上をいってますもんね。やはりフランスは強いですね。そうですよね、フランスの選手。この JAL プレゼンツ2019タワマドロミヤ杯フェンシングワールドカップ東京大会は、国際大会で、はい、各、あれですね、年間どのぐらいでしたっけ、こういうワールドカップって。ワールドカップ10ぐらいですか。
年間8試合ですか、ね、8試合ですか、ワールドカップグランプリを合わせて8試合、ね、各世界で点々とあの開催されている国際大会の一つで、はい、オリンピックとか世界選手権とかその、ワールドランキングですかね、はい、ワールドランキングに関わってくる試合なのですごく重要な大会かつ、高レベルな大会となっております。さあその高レベルの大会で日本人選手がかなり残ったっていうのはすごく、いやもう嬉しいことですね、はい、思いますけれども、やはり2日目に残らないと上位を目指せませんからね。はい、大西選手なんか自虐的な感じですねちょっとね。頑張ってください。さあ7-1、1点返しましたね。そうですね、1点返してサマンディ選手、はい、少しサマンディ選手が先ほどよりも前でプレーするのが増えたような気がしますね。ああうまい、やはり角選手が前に出るとアタックを決めてしまいますね。角選手早いですね。しかし、はい、あのゆっくり前進しているところからあの急に入ってくるのがすごく早いですよね。そうですね、踏み込みファンデブっていうんですけれども、はい、前足を出した状態で、前足出した状態というか前足を出しながら踏み込む、踏み込んで、はい、一気に突きに行くのをファンデブというんですけれども、これが、フェンシングの、基本の攻撃のやり方になりますね。基本動作。さあ1分間の休憩に入りました。他の試合もちょっと見ていきましょうか、はい、今回は日本人選手誰かいますかね。ブルーピストで飯村選手がやってますね。飯村君やってるんだ、はい、もうなんかレッドピストよりもこっちの解説したいですね。そうですね、もうこっちが気になってしょうがないですね。あ、飯村選手でも負けてますね。相手選手誰ですかね。韓国のヘオジュン選手、ね、あ、ヘオ、ちっちゃいけど強い選手ですよね。そうですね、すごいスピード感が、けどスピード感満載の、はい、はい、さあ現会長である、太田会長が現役時代の頃に、はい、アジア選手権とかアジア大会、アジアの大会でしのぎを削った選手ですよね。なるほどですね、すごく強い選手です。高円宮杯でも対戦してましたよね。そうでしたっけ、準決勝で。あ、本当ですか。そして太田会長がメダルを3位になった時、なるほど、しか負けた選手だったと思いますね。大田会長に匹敵する実力を持っている選手ですね。赤ピストが再開そうです、ね、さあ赤ピスト再開しました。ちょっとブルーピストが気になるところではありますが、赤ピストの解説に戻らせていただきます、はい、さあカードのアタックが始まっていく。これまたさっきと同じような展開ですね。そうですね、あ、おカウンター攻撃が決まりました。これはまた違った展開になりそうですね。あ、ちょっと接触したようですね。大丈夫ですかねこれ。ハド選手だいぶ痛そうですね。審判も苦笑いですよ。うわー、2人とも痛そう。これ大石選手はい、あれですよね、この怪我した時って、はい、休憩みたいなの取れるんでしたよね。そうですね、僕あんま詳しくないですけど、ちょっと怪我をした場合5分間の休憩、5分でしたっけ。その代わり審判なり医師なりの判断が必要です、ね、あ、なるほどなるほど、はい、勝手に5分休みますとはできませんね、はい、結構痛そうですね。そうですね、やはりコンタクトが多いスポーツですからね。なんかさっきも言いましたけど、はい、このフェンシングって紳士のスポーツってイメージあるじゃないですか、はいはいはい、そんなことないですよね。結構そうですね、はい、結構ラフなプレーも多いですし、まあ選手によりますけど、まあまあまあ、そうですね。しっかりと紳士的な人もいれば、少しラフプレーがあるような選手もそうなんですけどね。しかし今回大丈夫そうですね。さあ試合再開されますか。ちょっとこの間に飯村選手の少し点差が離れましたね。さすがにヘオには勝てないか。まあでもまだ1セット目なので。飯村選手確かまだ中学生ですね。そうですね、中学3年生ですね。強いですよね。僕中学3年生の頃に高本宮が絶対出なかったですもんね。僕は存在を知らなかったかもしれないですね。なるほど、サッカーの試合か何かかなと思ってましたね。おー、サマンディ選手アタックが決まりましたね。しましたね。さあ8-3、うん、カド選手の、さすがにカド選手落ち着いてますね。世界ランカーだけあって、ね、強いです。
市川選手は加藤と対戦を、はい、私加藤選手とは15本勝負当たったことないですけれども、なるそうです、ね、フェンシングの大会ってあれですよね、はい、予選プールというそのそう、はい、予選で行われる、試合が、5本勝負なんですね、はい、はいはいはい、5本を先に取った方が勝ちで、このトーナメントに入ると15本勝負になるんですけれども、はい、15本勝負では当たったことはないですかね。なるほどですね、まあ、その加藤選手みたいな強い選手は当たる前に負けちゃうんですけれどもちょっとまた自虐的なところあんま強くなかったんだね僕、はい、いや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 なんですけれども、5本勝負では何回か当たったことありますね、はい、嫌ですよね、嫌らしいですよ、ね、そうですね、なんかこうじわ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 詰めてくる感じが。僕も一度対戦したんですけど、もう勝ちました。いえ負けた。もうコテンパンにやられますね。何でもする感じですよね、それで。そうですよね、結構オールマイティというか、あの攻撃もするし防御もするしカウンターもするしみたいな、はい、すごくバランスのいい選手であると思います、はい、あ、今選手がちょっとリーチをかけられていますね。リーチかけられてますね、まずいですねこれ。さあ他のピストもちょっと見ていきましょうか、はい、グリーンピストでやっているのが右側に赤いランプの方がゼレブチェンコ選手ですかね。あ、ロシアの強豪ですね。そうですね、強い選手です。昨年の世界選手権優勝したとスペインのララバドール選手ですね。ララバドール選手は去年世界選手権で3位になって、あ、そんな、はい、なんか僕が現役の頃、まあ、4、5年ぐらい前までなんですけど、はいはいはい、僕が現役で活動してたのって、スペインの選手ってそんなになんかすごい選手いなかったイメージがあるんですけども、ね、なんか最近伸びてきてるんですかスペインは。あの選手は、まあ、スペインの選手なんですけど、はい、イタリアで練習をしてるので。そういうことですね。そうですね、なるほど、なるほど、はい、じゃあもう実質イタリア人、実質イタリア人です。イタリア対ロシアです。イタリア対ロシアみたいな感じですね、はい、下回りふざけてると怒られるかもしれないんで、ね、スペイン対ロシアですね、はい、訂正いたします。おどろにしようかと思うんですけれどもさあ黄色ピストで行っているのはアメリカのグレッグ・メインハート選手と、あ、メインハート、あれメインハートってマインハートって読むんですね。あ、マインハート選手なんですね。本当は、そう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 、ずっとメインハートって呼んでました。いや、私結構マインハート選手と喋ったりするんですけども、俺はマインハートだって結構言ってますよ。結構気にしてたんですよメインハートって呼ばれることを、確かに嫌ですもんね。対する選手は、デンマークのバーグ選手ですね。バーグ選手もかなり若い選手ですね。あ、本当ですか。大石選手さすが現役だけあって詳しいですね。そうですね、やはり試合を見ることが多いので、もちろんもう研究として見させてもらってます。はい、さあ赤ピストの解説に戻りましょう、はい、現在このチャンネルは赤ピストの実況をしております、はい、阿部選手から、担当が変わって大石力選手と一緒にお伝えしております。皆さんよろしくお願いいたします。チャンネルを変更するには、プラスマイナスボタンをそれぞれ押すことでチャンネルが切り替わり、長押しをすると音量を変えることができます。皆様各チャンネルで魅力的な実況者が皆様お待ちしてます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ JAL プレゼンツ2019高円宮ハイフェンシングワールドカップ東京大会始まっております。現在5試合目ですかね。これそうですね、5試合目になりますね。5試合目の、64の5試合目ですね。はい、64の5試合目なのであと3試合残ってるじゃない、これを含めて4試合ですね、はい、そうですね。さあ中盤に64トーナメントも中盤に差し掛かってまいりました、はい、加藤選手大幅リード13対5。いやー、やはり強いですね。強いですね。こう見てて安心感がありますよね、はい、安心感、はい、安心感、安定感、安定感、安定感ということですね。セコムみたいな。そうですね。もうすぐ来てくれる。さあ他の試合、あ、飯村選手終わっちゃいましたね。そうですね、こっちの解説試合で、ね、終わっちゃいました。飯村選手残念でした。しかし、中学校3年生、はい、中学生で、ね、高円宮杯、ワールドカップに出場したということは、はい、しかも64に残った。そうですね、なかなかないですね。そうですよね、もう伸びしろしかないですね、これからの。だからワールドカップで64に入るってすごい大変なことですよね本当に、はい、
私も現役時代何回も何回もワールドカップ出たことあるので分かりますけれども、この厳選された各、はい、各国、はい、各国の、さらに厳選した、200人、今回200人ぐらい、今回200名近く出てますね。各国の強豪代表選手200人が集まって、はい、さらにそれを64人に絞った状態に、はい、中学3年生の飯村選手が残ったということですから、すごいことですよね。これはすごいですよね。半端じゃないですよね、はい、他の国で中学3年生で来てる選手なんていないですからね。いないですね、絶対ね、はい、お、加藤選手アタックですね。加藤選手リーチかかりました。あと1点、このまま終わってしまうか。終わりましたね。終わりましたね。ちょうど終わりました。加藤選手強いですね。32進出ということですね、はい。さあ、グリーンピースとの試合がちょっと長引いておりますね。そうですね、ゼレブチェンコ選手対ララバドール選手、ララバドール選手がリードしてますね。さあ、赤ピースとの試合が、少し間が空き